こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画ではユニクロで買っていい服、ダメな服、夏編というところでお届けをしてみたいと思っています。ユニクロはすごく優れたブランドだと思うんですが、置いてあるもの全部がおしゃれというわけではなくて、その中には、ベーシックで使いやすい服もあれば、トレンドによった旬な服もありますし、一方でこれはなかなかですね、おしゃれに着こなすのが難しいなという商品もあるわけですね。で、おしゃれな人であればこの多くの商品の中からセンスよく見えるものを選び取ることができるんですが、多くの男性はあまりに商品が多すぎて、その中からですね、素敵に見えるものがどれなのかがわからないのかなと思っています。ということで、今回の動画では数あるユニクロのアイテムの中から夏だったらこれは OK ですよ、一方でこれはちょっと難しいですよというのをですね、具体的に皆さんにお伝えしてみたいなと思っています。基本的にはですね、カテゴリー別で比較をしてみたいなと思います。ユニクロはこういうものは比較的得意で、逆にこういったものはちょっと苦手としてるんだなというのもですね、なんとなく皆さんに感じ取っていただけるかなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、まず一つ目のカテゴリーなんですが、 T シャツというジャンルで比較をしてみたいと思っています。夏場において着こなしの主役となるのはまさに T シャツなのかなと思っています。僕も結構暑がりなので、6月の末ぐらいから9月末までは T シャツを着ることが圧倒的に多いんですね。1枚で着ただけで着こなしが成立するので、非常に便利なアイテムなのかなと思います。一方で T シャツ1枚というのはどうしてもカジュアルに見えてしまったり、シンプルになりすぎてしまうので意外と難しかったりするんですね。ですので、ユニクロの数ある T シャツの中からどれを選んだら僕たち30代40代の世代でもそれなりにおしゃれに見えるのかなというところを基準に今回は選んでみました。まず皆さんに積極的にお勧めしたいのはユニクロ U の少しゆったりめのサイズ感の T シャツなんですね。これは様々なバリエーションがあるんですが、通常のユニクロの T シャツに比べるとどれもゆったりめにできているので、サイズ感としては今っぽく見えるんですね。今日も実際に持ってきてみたんですが、僕はユニクロ U の中でも特にですね、エアリズムのシリーズが気に入って今季はたくさん購入をしました。このシリーズの良さというのはシルエットもすごくいいんですが、表面の質感がすごくいいこと、そして洗濯してもシワになりづらいというところがすごく重要なのかなと思っています。 T シャツを1枚で着るときにそれがシワシワの状態だとどうしてもですね、大人の男性ではカジュアルに見えすぎてしまって清潔感が漂わないんですね。その点エアリズムのシリーズは洗濯した後でもですね、割とピシッとしているので管理がしやすいんですね。ですので僕は結構エアリズムシリーズをたくさん購入をしています。シンプルな白系の無地もあれば、あとはちょっと濃いめの色ですね、これは新色なんですがグレーというもの、このように明るめと濃いものを選んでおくと着こなしのバリエーションが作りやすいかなと思っています。あとはもう少しトレンド感を出したい時にはこのようなちょっと深めのブラウンを選んでみるのも良いかなと思っています。ブラウンって失敗するとおじさんっぽく見えるんですが、このユニクロ U のブラウンに関しては上品な少し照り感のあるブラウンになっているので、すごく使い勝手がいいかなと思っています。そして最近また新色で出たライトブラウンというのもすごく曖昧な色なんですが、おしゃれに見えやすいかなと思うので、シンプルなものに飽きた方はトライをしてみると良いかなと思っています。今季のユニクロ1枚で着るのであればユニクロ U のものは間違いのない選択なのかなと思っています。通常サイズを着るか、もしくはワンサイズ上げて少しゆったりめに着るとシンプルな T シャツ1枚でもですね、旬な雰囲気が漂いやすいかなと思いますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。一方で NG の T シャツというのはどういうものなのかというと、同じくユニクロ U でも今季はですね、大きなボーダー柄のものがあったりするんですね。これはかなり難しいかなと思います。夏場に関しては T シャツ1枚が主役になるので、あまりに強いボーダーだと子供っぽく見えてしまったり、どうしても悪目立ちしてしまう部分があるので、そういった柄物とかには注意が必要なのかなと思っています。その典型的な例がユニクロが定番でやっている UT というものなんですね。このシリーズというのはなかなか良い柄を選ぶのが難しいかなと思います。もちろん自分の好きなキャラキャラクターだとかシリーズがあってそれを記念に買うというのはいいかなと思うんですが、それをおしゃれに着こなすというのはなかなか難しいかなと思うので、大きめのボーダー柄ですとかプリント柄というところは避けた方がいいのかなと思っています。もちろんですね、頑張っておしゃれにそういったものを着こなすということはできなくはないんですが、一般的な男性がそれを着た時に素敵に見えやすいかというところで考えるとなかなかハードルが高いかなと思うので、ユニクロの T シャツ系を選ぶときには無地系のものを選んだ方がいいかなと思っています。
無地系のものの中でもタイトなシルエットのものもありますが、そういったものはインナーとして例えばジャケットの内側に着たりするのであれば OK なんですが、まあ、1枚で着るのであれば少しゆったりめを選ぶことでサイズ感でアクセントを加えるということ、ここをぜひ覚えていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目のジャンルなんですが、シャツというアイテムの中で OK と NG を提示してみたいと思っています。まず OK のアイテムからご紹介したいんですが、こちらですね、ユニクロのオープンカラーシャツ、僕はブラックを選択しました。これはですね、非常によくできたアイテムかなと思います。最近はですね、このような解禁シャツと呼ばれるような襟元が開いたシャツ、まあオープンカラーシャツとも呼ぶんですが、こういったものがトレンドになっていまして、いろんなブランドから出してるんですね。まあ、その中でもユニクロのものはかなりオーソドックスに仕上がっています。デザインは奇をてらうことがなく、本当にベーシックな作りになっていて、サイズ感に関してもタイトすぎず、かといってビッグシルエットでもないので、非常に僕たち世代にも使いやすいサイズ感になっているかなと思っています。まあ、ボタンの作りなんかもですね、すごく精巧にできているので安っぽく見えないんですよね。これ価格は驚きの2000円なんですが、質感もすごくいいんですよね。少しなんですが柔らかな光沢があって上品に見えるんですよね。このレベルのシャツが2000円というのはすごく驚きかなと思っています。先ほどの半袖の T シャツに比べると、このようなオープンカラーシャツは一応襟がついているので綺麗めにも見えやすいかなと思っています。ユニクロの数あるシャツの中で1枚おすすめを選ぶとしたら、間違いなく半袖のオープンカラーシャツなのかなと思っています。アイテム的にはトレンド感があるんだけど、色ですとか形はとことんベーシックに作っている、そこがユニクロの非常に強みなのかなと思っています。これはですね、結構今ネットでは売り切れてるんですが、店頭ではまだ売っているかなと思いますので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。一方で NG のシャツというのは、結構これは賛否両論があるかなと思うんですが、ユニクロのポロシャツですね。これはユニクロの中でも定番中の定番のアイテムなんですが、今期ですね、僕は実際にユニクロのポロシャツを購入してみたんですが、なんかですね、しっくり来なかったんですね。ベーシックで奇をてらったところもないんですけども、どうしても1枚で着るには物足りないなという感じがしてしまうんですね。まあ、夏のアイテムというのは基本的に1枚で着ることが多いんですね。まあ、T シャツにしても解禁シャツにしても、それ自体が主役になるかなと思います。それはポロシャツも同じで、ポロシャツ自体が上半身の主役になるわけですね。ただシンプルなポロシャツというのを主役にするとですね、どうしても退屈に見えてしまうんですね。またポロシャツにはどうしても休日のおじさんというイメージがつきまとうので、その点でもですね、なかなか1枚で着て素敵に見えづらいアイテムなのかなと思っています。もしどうしてもポロシャツが着たいという場合は、それ自体が主役になるので、ユニクロではなくてもう少し投資をして選んだ方がいいかなと思っています。例えばナノユニバースですとか、エディフィスですとか、ユナイテッドアローズですとか、こういったセレクトショップに行ってポロシャツを買っていただくと、1枚で着ても様になるものが見つかりやすいかなと思っています。ポロシャツ1枚を主役にするなら、ユニクロはちょっと選ばない方がいいかなというふうに僕は感じています。半袖の襟付きのシャツであったら、先ほどご紹介したようなこういったオープンカラーシャツの方が今っぽさも出てくるかなと思いますので、大人の男性にも似合いやすいかなと思っています。はい、続いて3つ目はボトムスというジャンルなんですね。ユニクロには本当に様々なボトムスがあって、どれも優秀なものばかりなんですが、まず定番と呼べるのはジーンズ系かなと思います。ブルージーンズですとか、ブラックジーンズですとか、ホワイトジーンズ、このあたりはもう鉄板で、季節を問わずにずっと使えるアイテムなのかなと思います。まあ、このようにジーンズ系は間違いのない定番なんですが、どうしても夏場はですね、タイトめのジーンズっていうのは肌に張り付く感じがしてなかなか暑いんですよね。ですので夏場に履くパンツとして僕がおすすめしたいのはこちらになるんですね。ユニクロのイージーアンクルパンツというジャンルになります。まあ、こちらもですね、最近のユニクロの定番と呼ばれるようなアイテムなんですが、まあ、見ていただくと丈はですね、最初からちょっと短めになっているんですね。裾上げしなくてもギリギリくるぶしあたりが見えるようなバランスになっていて、それが夏っぽくていいかなと思っています。それとフィット感なんですが、割とですね、お尻周りですとかもも周りに関してはゆとりがあるんですね。そこには少しちょっと今っぽいゆったりとした雰囲気がありながらもですね、膝下からは割と細めに出来上がっていますので、ビッグシルエットすぎないというところがすごく使いやすいポイントなのかなと思います。めちゃくちゃタイトというわけではないので、しっかりと風通しもいいので、夏場に履くのであればこのようなパンツが気持ちがいいかなと思っています。ジーンズに比べるとこういったアイテムはスラックスのように見えるんですね。
割と綺麗めな雰囲気に見えるので、先ほどご紹介した T シャツとの相性もすごくいいかなと思いますし、まあ、半袖の解禁シャツにも非常に合わせやすいので、1本持っておくならこちらのイージーアンクルパンツが間違いがないのかなと思っています。僕はパンツ系はですね、ブラックとかネイビーで統一をしてしまって、上半身で少し色を遊んだ方がバランスがいいかなと思っています。スラックスっぽくも見えるんですが、まあ、ストレッチもめちゃくちゃ効いていて履きやすいので、まさに夏にうってつけのパンツかなと思いますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。一方でこれはちょっと難しいなと思うアイテムなんですが、レギュラーフィットチノパンツ、これはですね、なかなか難易度が高いかなと思います。まあ、休日の街で大人の男性をチェックしてると、圧倒的にシェアが多いのがベージュのチノパンなんですね。まあ、このアイテムというのはメンズファッションにおけるベーシック中のベーシックだと思うんですね。ですので、ひょっとしたら皆さんも1本はお持ちなのかなと思います。でもですね、このチノパンっていうのがなかなか合わせるのが難しいんですね。特にフィット感に関しては、細くもなく、かといってすごくワイドでもない、中途半端なフィット感のベージュのチノパンを、裾の長さもですね、ちょっとダボっと入ってたりすると、すごくだらしなく見えてしまうんですよね。まさしく休日のおじさんというイメージがチノパンにはつきまとうものなので、なかなかこれを素敵に着こなすのは難しいかなと思っています。まあ、確かにですね、おしゃれ上級者の方であればチノパンをですね、おしゃれに着こなすこともできるかなと思うんですが、一般的な男性がチノパンを何も考えずになんとなく履いてしまうと、なかなかかっこよくならないかなと思っています。もしどうしてもチノパンを履きたいのであれば、スリムフィットのチノパンを選んでみるですとか、もしくはブルージーンズですとかブラックジーンズのようなものに変えてみるのが、まず間違いのない選択なのかなと思っています。もしくは先ほどご紹介したようなイージーアンクルパンツなんかは、少し緩めのサイズ感ではあるんですが、今っぽいシルエットになっていますので、こういったものを選んでみると良いのかなと思っています。はい、続いてラスト4点目はユニクロの小物になりますね。まあ、ユニクロの店内にはファッション小物もたくさん並んでいるんですが、まあ、その中で OK なのはシンプルなツイルのキャップですね。色はネイビーを選ぶと良いかなと思います。まあ、帽子にもトレンドみたいなものがあって、キャップのようなカジュアルなものが流行る時もあれば、ハットのようなちょっときれいめなものがトレンドになっていることもあるんですね。今はどちらかというとキャップのようなカジュアル感のあるものの方がトレンド気味かなと思っています。ユニクロはベーシックなアイテム作りがとても上手なので、このシンプルなキャップというのは大人の男性にはすごく使いやすいアイテムなのかなと思っています。これが秋冬になるとユニクロのニット帽なんかも使いやすいかなと思うので、ぜひユニクロの中で帽子というところはチェックをしていただきたいなと思っています。一方で難しいのは靴だとかバッグのような割と目立つ小物なんですね。こういったものは着こなしの中でアクセント的に使いたいなと思うので、それをわざわざユニクロで選ぶというのはあまり個人的にはお勧めしません。確かにですね、バッグにしても靴にしてもベーシックで使いやすいものが多いんですが、そういった小物というのは意外と視界に入りやすいので、全身の着こなしがユニクロで 6,7 割を構成したとしても、小物に関してはちょっといいものを持った方が全身のバランスが取りやすいかなと思います。夏場であれば靴であったらスタンスミスを履いてみたり、テバのサンダルを履いてみたり、ナイキの今っぽいスニーカーを履いてみるのも良いかなと思います。この小物がしっかりとしていることで全身のバランスが整いやすいかなと思っています。まあ、バッグに関しては気軽に持ちたいのであれば、ノースフェイスですとかアークテリクスのショルダーバッグみたいなものが一つあると良いのかなと思っています。このような小物に関しては少し背伸びをして良いものを買ってみると、全身の着こなしがほぼユニクロでもですね、高見えしてくれるかなと思いますので、ぜひこの点はチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロで買っていいものダメなもの夏編ということでお届けをしました。ユニクロはベーシックなアイテムがすごく強いんですが、その中でもトレンド感のあるものでベーシックな色合い、素材感、デザインのものというのが特に強いのかなと思っています。特に夏場というのは着用点数が少ないので、その中でトレンド感を出していくということはすごく重要なのかなと思いますので、ユニクロのトレンドアイテムでなおかつ使いやすいアイテムというところを皆さんにもぜひご活用必要いただければなと思っています。このシリーズに関しては今後も秋編、冬編、春編という形で季節ごとに提案してみたいなと思いますので、ぜひそちらもお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。